こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。え今日は、FBA 納品設定。え今まで、Amazon のこの出品画面に、Amazon ウィルシッププローブ、カスタマーサービスと、要は FBA というのがね、なかったんで、まあ、自己発送で一旦出品して、それから FBA に切り替えるというのが必要だったんですけど、いつの間にか、ね、この FBA の選択肢できました。やっとかよと。 ね、FBA 開始してから1年間何やってたのという感じなんですけどね。まあ何はと思われ、FBA に出品するというこの項目できましたんでね。えー、FBA 納品できるかどうか、ね、チェックしながら仕入れるという場合にはね、こちらを選択してください。また送料を設定してないとかね、えー、まとめて、えー、商品を切り替える、えー、自己発送から FBA に切り替えるんじゃなくてね、一、えー、個一個ちょこちょこ仕入れながら、 あの確認して仕入れながら FBA 納品設定しているって場合には、もうすごいこの FBA の選択肢ができまして便利になりました。でまあ、主に、ね、FBA 納品設定するには2つの方法があると。まず、まあ、今回、ね、選択肢ができたことによってやっと、ね、使える方法になった FBA で出品して商品を追加していく方法。これは FBA 納品できることを確認しながら仕入れるときに使用します。 どういうふうに商品追加するとか、そういうのは、またね別なえマニュアルありますので、それはえやり方わからんと、マニュアル見つかりませんという方はねお気軽にご質問ください。あともう一つ、今までの方法を自己発想で出病して、まとめて FBA に切り替える方法と。これね、一気に仕入れてやるときは、こっちの方がね、時間は早いんですけど、 送料設定ね、えー、し忘れてて、えー、自己発送で売れちゃったとか、えー、いうことがあるとね、赤字になっちゃったり発送めんどくさいんで、えー、必ず送料設定を出してから行うと、この自己発送で出品する場合はね、えー、この下の方にこの送料設定の方法はえ書いてありますんで、これで設定してね、ね、えー、すぐに売れちゃって赤字になるということがないようにしてから出品してください。それと、 FBA インベントリーからね、商品を追加すると、既存の FBA 納品設定に追加できないバグにはまります。何言ってんのと、ね、わ、えー、かんない方は、まあ、聞いてください。これはね、あの納品先は分かれちゃうなと言った時に初めてわかることなんですけど、えー、あらかじめね、えー、商品も決まりましたけど、どう納品設定しましょうと聞いていただければ、チャットワークでナビするなり、あるいはね、マニュアルの、えー、記事、動画を送りますので、そちらを参考してください。 いろんなバグありますけど、やっとね、FBA、えー、出品選択できるようになったということでね、えー、納品設定、今までより、えー、確認、FBA に納品できることを確認してから仕入れるといった場合にはね、えー、格段にスムーズにできるようになりましたんで、まあ、この機能を有効に使って、また商品探しの方をどんどん進めていってください。えー、また、ご質問、確認、えー、ご報告ありましたら、お待ちしてます。アスエスサポータータ堀秀夫でした